ここにね、防犯カメラをつけました。こうやってね、電気のカバーをちゃんとやって、それで、どこだ？ここ、ここで、あっちとこっちに分岐して、それでこれが、まあ、外付けコンセントでここからね、コンセント取れるんだけど、ここがね、サイズが合ってないからね、この箱は取り替えるって言ってましたね。でこれ防犯ビデオって、あのコンセント挿してあるの、抜けば電気がいかなくなって取れないんだから、手の届くところにコンセントあったらまずいんじゃないのと思ってたけど、こうやってつけてあればね、なんかコーキングとかそういうの、まあ、真っ暗の中やってたから、あのまたやり直しに来るって。で、ここがね、うちの正面から見て左側から中央に向けて、でここにもう1台つけました。表側は3台。でね、この真下、ここにバイクを置いてて取られちゃったから、一応ついてた、あの箱に入ってたステッカーも貼りました。今日の仕入れです。変なのばっかり買ってきました。これがバナナ、それからこれがなんだっけな、福神草。これは変じゃないけど、バラ、マングローブ、カルーナ、それから初雪。これがね、モンキーバナナ、食べきりサイズ、フィリピン原産の矮性種、果実は長さが約7から9センチと短く、通常のバナナより柔らかくもっちりとした食感が美味しい。だって約90センチぐらいから結実し、トロピカルな雰囲気の観葉植物としても楽しめます。定食から収穫まで1年から1年半はかかります。開花から成熟まで約90日から150日、収穫は青みが残っている時期に行い、約2週間ほど涼しい場所に黄色くなるまで吊るしておきましょう。だって生育温度が8度から35度だって。だから冬は室内ですね。室内もそれも暖房かけたリビングとかがいいかなと思います。バナナね、人気なんだけど、お値段もそこそこしました。これね、定価2000円、1鉢2000円、1鉢2000円で売ってくださいって言っているのをちょっと安く仕入れてきました。これで1、2、3、4、6個かな、5寸で6個。かわいいよね。つついて、これはね、ミニバラ。今日ミニバラいっぱい出てた。だけど、出してるところが違くてね。セントラルローズのバラもいっぱい出てたんだけど、これは東京の、名前がちゃんとしてないな、東京です、生産者。色もはっきりしてますね、赤とか黄色とかピンクとか。これね、カバー取らないと蒸れちゃう。お次はね、マングローブ 3.5 号ラベル付き、岐阜から来てますね。岐阜観葉植物のマングローブ、定価1100円、ちょっと高いよね。でこれマングローブっていうのは、あのご存知の通り、なんか沖縄とかね、南国の海の水と川の水が混ざるような汽水の場所に生える。でね、ちょっと調べたんだけど、真水やっていいのかと思った。まあ真水で大丈夫みたい。そしてね、これね、根っこどのぐらい出てんだろう、もう抜きたくなるよね。まあ抜けないけど、こんな。でこの状態から、あのマングローブって根っこが分かれて、あの水の中に入ってて、それでその根元に小魚がうようよいるような、そんな雰囲気ですけど、そういう風になるまでに10年も15年もかかるそうです。でこのぐらいその芽が出てね、
あの葉っぱもちゃんと定着して、こうやって根っこが出るまでにも半年ぐらいはかかってる苗です。だからこれ観葉植物として、まあ家の中でね、デスクとかに置いたりしても、あのいきなり大きくなるってことはありません。ものすごく大事に育てて10年ぐらいかかるみたい。ちょっと楽しみっちゃ楽しみですよね。でね、これお水が大好きだから水浸しで大丈夫です。普通水浸しにすると根腐れしちゃったりするんだけど、腰水につけといていつでも潤ってる、いつでも水があるっていう状態が大好きだそうです。私そういうふうに言われると得意ですね。下に水入れとけばいいんだからね。腐らない程度に取り替えて、表に置いといて、寒くなるまで表に置いといて腰水して管理しようと思います、ね、こういうふうに分かる。この根っこ、こんな風になるまでには10年ぐらいかかるって、もうすごいざっくりとしたラベルですね。育て方、日当たりのいいところ、水たっぷり、温度は10度以上の暖かいところだって。なんかビオトープ、暖かいところでビオトープみたいな感じで、池の中に半分、鉢半分ぐらい水浸して、放置でもいいかもしれない。日が当たってればね。それで冬場はやっぱり室内みたいだね。これがカルーナガーデンガールズ、これ長野のテールマウンテン、有限会社テールマウンテンっていうところで作ってます。こっちに定価が書いてある、330円、1つ330円で売ってくださいっていう、こういうのヒースみたいな感じですよね。なんだっけ、ツツジかカルーナね、ツツジか魚竜もどき、魚竜もどき属、魚竜梅みたいな感じなのかな。常緑の低木、観賞用で通年観賞できます。開花は初夏から早春、開花は初夏から早春、初夏から早春ってどういうこと。夏から冬越して春までってことかな。で、主な楽しみ方がコンテナ花壇、グランドカバー、風通しの良いところ、高温多湿に注意。うん、これね、水浸しが嫌いみたい。で、乾いたらたっぷり。で、肥料はあんまりいらない。こんなです。いい株ですね。抜いてみる。そう、こういう感じなの。こう、スポンジみたいな土でね。これ、植え替えてあげた方がいいです。うん、よく見るとなんか色が違うのがあったりなかったり、こっちの方が葉っぱが濃いような気がする、こっち薄いような気がする。まあ花色も真っピンクからちょっと紫、まあこれの区別はしたくないな。まあどれが来ても同じでしょうっていう感じで、9個で売ろうかな。ヤフオクってね、個人出品は最大9個まで。だから9個ね。9個出品します。で、売れたらまた9個出品します。売れるといいね。でも、330円より安く売るから、送料入れてもお買い得だと思うんだけどな。続いてマリーゴールド。東京都の終身園。秋の新しい園っていうところ。終身園。あんまり聞いたことない。マリーゴールドホットパックっていうのはなんかタリウマ菌のことを言うみたいですね。定価が130円ぐらい。3本植わってますね。全部3本かな。3本植え。マリーゴールドは丈夫なので、こう3本植わってんの1個ずつにばらして植えても大丈夫ですよって言ってますけれども、まあ値段も安いんで、私は崩さない方がいいかなと思う。というのもね、枯れたりするんですよね、油断してると。だから特に暑い時期は根っこを崩さない方がいいと思う。で、マリーゴールドね、欲しかったんですよ。もう本当に寄せ植えするのに夏の間全く出てこなかったから、で9月になってようやく出てきました。で、寄せ植え用の苗をいっぱい買ってこようと思ったんだけど、もうご覧の通り花苗があんまりなかったですね。あと
台風過ぎてみんな植え直したり したいかなっていう時期に入ってきて、で店頭に置きたいもんだから今日は高かった。花屋さんこぞって苗をね、あの意欲的な人はバンバン買ってたから普段より買い値がね10円20円一つのポットについてね10円20円高かった。なのでね24個入ってるとケースで240円480円と上がってくるので、私はねそんなにあのみんながいっぱい買って高い時には買わない。だから今日変なのばっかり買ってきた。でねこれはあるのに買った初雪風、東京都の丸山園芸っていうところで 3.5号。なんであるのに買ったのかっていうと安かったから。でね、初雪かずらってこの白ピンクが綺麗な発色するものとあんまり綺麗じゃない初雪とあるんですよね。でこのねピンク白っぽいのを出すのはもうなんか謎らしいですよ。でも、ま、真っ白のを出してくる人もいるからなんか秘技があるのかもしれないけどね。そしてこれがね今日買った最大の謎植物、茨城の水上農園っていうところから出てきてる福神草、たった一つだけ売ってた。そして私が買った。見てこのジンジャーみたいなね花ですよね。こんなに大きなの、これ高かったんですよ。3500円ぐらいする。これはもうあの3500円売り値だから負けらんないので3500円でヤフオクで出してみる。これね球根植物みたいです。あの掘り上げるとね、うん、生姜みたいな根っこが。お花可愛くないですか。最初なんだろうと思ったけどね。それで私がこれ買ってねあの車に積もうとしてたらねこれ買ったんだって言って、あの市場のね上の階段状になってんだけど、競りの上の方から見ててあれなんだろうねって喋ってて、そんでもしかして買うかなと思ったら買ってたって言われました。なんか変なのって言うと買ってる。まあ変なのの方がネット向きはネット向きですよ。なんだろうな、17、8年市場やってて初めて見た植物なので、あの流通量は少ないと思います。以上、これが今日何日だ、9月6日の仕入れ。あとねこれ忘れちゃった、あのランなので家の中にしまっといてね、外出しとくとクタッとなっちゃうので仕入れてから家の中入れてた、うん、これがハローハッピー、あの前回も買ってきて好評だったのでまた買ってきました。こういう感じのね、これ折れてないか心配だったんだけど大丈夫そう。車の中でね福神草あれが転がっちゃって、あこれがちょっと折れたかも。あこれ残念無念、これ折れちゃった、これかわいそう、これ避けとかないと。こういうのねでもまああの折れちゃったらここ切るんだけど、こっちに花咲きそうでしょ。それでこのテープで治るかもしれない。ダメかな、1個大損害発表。ポットから取れたけど、こういう感じで入ってます。投げ込みね、水苔で巻いてあんだね。あ、こんなしっかり根っこも育ってる感じ。まあ、これじゃあ9個売り出しましょう。これね、まあ花がこんな感じなんですけれども、置いとく間にねちょっと花が泣いてきちゃうっていうか、こう下向いちゃうようなものもあるんです。だからね、お花はおまけみたいな感じでそれ了解して買ってもらいたいってことを先に言っといた方がいいね。あの次のお花こういうねつぼみは咲くし、あのその後も、2度3度咲きますので、まあ、そういう感じで今のお花はちょっと輸送時傷んじゃったらご勘弁をっていう感じです。